ポール・ビクシーはいくつもの RFC とよく知られたユニックスプログラム、センズ、プロキシネット、ルティ及びビクシークランといったプログラムの作者。高校時代はカリフォルニア州サンフランシスコにあるジョージ・ワシントン高校に通っていた。彼が DEC に雇用されていた1988年に DNS サーバーのバインドの作業を始め、バインド8までは彼が 主作者であり、設計者であった。DEC を離れた後、1994年に、Bind や他のインターネットのためのソフトウェアのサポートのため、インターネットソフトウェアコンソーシアムを、ディックアダムやカールマラマットらと共に立ち上げた。2004年には、インターネットソフトウェアコンソーシアムの活動は、新しい会社、インターネットシステムズコンソーシアムに引き継がれた。 1995年には彼は共同で、主要 ISP の集まるパロアルトインターネット、エクスチェンジを設立し、メトロメディアファイバーネットワークが1999年に買収してからは、MFN の最高技術責任者に就任し、後にペの社長になっている。1998年には共同で、スパムメール防止を目的とした。 カリフォルニアの非営利企業であるマップスを設立している。また彼は自身のコンサルティング企業であるビクシーエンタープライゼスを経営している。著書としてフレデリック・アボリオとの共調で有名なセンディメール、セオリープラクティスを執筆している。単独の人物としては最も多くのサートアドバイザリーの報告者という記録の保持者でもある。 i スクで働き、エフリートサーバーのオペレーターでもあるのだが、彼はつい最近オープンリュート、サーバーネットワークプロジェクトへも参加することを決意している。2011年に、慶応義塾大学において、コンピューターサイエンスの博士号を取得している。e n ジョージ・ワシントン・ハイスクール。ありがとうございます。